皆さんこんばんは、ドドさんおりです。はい、本日は、本日からですね、サンデーコラボが始まりまして、いや、犬夜叉がですね、私ものすごく大好きなんですよ。なので、犬夜叉狙いで、今回はガチャを引いていきたいと思うんですけれども、さっきですね、ちょっと動画の収録ミスで撮れなかったんですが、1回だけ引いちゃいました。で、1回だけ引いたのが日暮しかごめ、かごめちゃんね、犬夜叉のかごめちゃんを1回だけ引いちゃいました。ちょっと動画の収録ミスで撮れなかったんですけど、ということで引き続きちょっと犬夜叉狙いで、まあラムちゃんとかも欲しいなとは思うけど、とにかく犬夜叉狙いでいきたいと思います。では行きます。緊張する、久しぶりだから。ほっ、頼む。おー、犬夜叉。あー、惜しい。2回目ですよ。まだ金が出た。10種類なんだよね、全部で10種類、全部で10種類です。この子は誰だ。花伏でっかでっか。あー、この2列目のラムちゃんの横にいますね。星6が欲しいんで、犬夜叉、犬夜叉。あー、誰だ。犬夜叉があんまり詳しくないけど、モルジアナ。なるほど、行きましょう。どんどん行きます。オッケー。まあ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 、まあ、はい、2体目どんどん行きますよ、今回は。やだ、金が出てくれないよ。金が出てくれないとダメなんですよ。これ読めないよ。引き3目キリオ&くじるし何のコラボだろうね。さあ、僕のパーティーだみたいな。まあまあ、でもサンデーなんてコナンと犬夜叉くらいしか。おー、犬夜叉。あー、ラムちゃん。まあラムちゃん、オッケーオッケー、欲しかったから、かわいい。イエーイ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 。このまま高橋留美子の流れでお願いします。犬夜叉来い。おー、すごい。本当惜しい。やばい、こんな流れ超いいよ。でも星5ですね。星6が欲しいんですよ。犬夜叉が欲しいよ。お、星5、3つとも来ましたね。もう1回金、すごくない。あ、ラムちゃん、全然 OK、 全然 OK。 犬夜叉この流れ、犬夜叉頼む、犬夜叉が欲しいんですよ。え、すごい、びっくりなんだけど。あー、まあでも星5率の方が高いのかな。え、これはちょっとどんどんいきますよ。こんなに金出んの。びっくり。あ、でもラムちゃん3体目あと1体くればラムパーティーが作れるね。びっくりなんだけど。まあ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 、なんかさっきから同じのがいっぱい出てきてるけど。犬夜叉、頼む、犬夜叉が来てほしいんですよ。ラムちゃんやばいやばい、やラムちゃん4体目ですやばー、この流れやばくない。金、金何連続だった今。7連6連ぐらいしたよね。やだー、どんどん回すよ今回は。犬やだ、犬やだ、やったー。なんと、いや、今回結構がっつり引くつもりだったんだけど、犬夜叉来ちゃいましたねイエーイ、やった、超嬉しい、やばい。え、ちょっと犬夜叉パーティー組みたいなと思ってて、とにかく犬夜叉が好きなんですよ。もう本当にセッション丸とか厳重で出てきてほしかったっていう感じなんですけど、いや、めっちゃ嬉しい、犬夜叉出ちゃいましたね。待って、何回引いた。1、2、3、4、10、14回目で出ました。びっくり。しかも14回中、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、
7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個も大きいんだよ、多分14回中びっくりなんですけど、今回引きめっちゃ良かったですね。いやちょっとね、もう一個の星6も欲しい気もするけど、犬屋さん1点狙いだった部分があるので、ちょっと今回はここまでにしたいと思います。あとはツイッターとかで随時タイミングが来て引いちゃったら引い、あの動画、あ、ツイッターで流したいと思うんですが、動画だとこの辺でこれで一回終わりにしたいと思います。ということでサンデーコラボは闇じゃありませんでした、イエイ。ということでサンデーコラボパーティー作りたいと思います。またねー。